ではこちらお釣りですね。いってらっしゃいませ。はい、どうする。おお、あや、久しぶり。どうしたの。切符なくした。おお、ほうほう、どっから来た。岡崎から。あー、だとここまである分580円なんで3倍運賃いただきまして1740円ですね。嘘だよ。いいよ、今日はこのまま出ちゃって。うん、ちゃんと自己管理しろよ。今まで俺持ってあげてたけどじゃあ頑張ってな。他の駅員さんだったら出してくれないから気をつけろよじゃあまたね。はい、いらっしゃいませ。おー、かなこ、久しぶり。どうしたの。定期券 OK です。どこまでですか。岐阜まで。え、なんで。あ、彼氏なんだ。何ヶ月分ですか。6ヶ月。そんな持つかまあ持たなかったらうちまでの区間変更もできますんでそうだよ。はい、こちらですね。ではこちら6ヶ月分の岐阜までの定期ですね。また継続しに来てな。なんですか。いや、なんでもないですよ。お疲れ様です。はい、いらっしゃいませ。おー、マオ、久しぶり。どこまで行くの。舞浜まで。何日の。12日。 OK。 え、もしかしてディズニー。マジで。俺もその日行くんだけど、友達と。マオは。マジで一緒に行っちゃう。え、指定席取る。 OK。ちなみに俺らの隣の席空いてます。取っちゃうよOK です。ではこちら夢の国までの切符でございます。ドリームエクスプレスに乗り遅れのないようにご注意くださいじゃあ楽しみにしてるね。バイバイ。地位も名誉もないけど君のこと話したくないんだ。君が仮にどんな恋